好きな女性アスリートは、大谷翔平がドヤ顔で即回答。日本バスケ界の180センチメートル超新美女にファン反応、衝撃なんだけど、どこまで完璧なんや。現地時間7月23日、ロサンゼルスドジャースが講師インスタグラムを更新。所属選手に好きな女性アスリートを質問する動画を公開した。動画、好きな女性アスリートは、 大谷翔平がドヤ顔で即回答。実際のインタビューシーンをチェック。この日、ドジャースタジアムでのウーマンズナイトの開催にちなみ、同球団は男性陣に好きな女性アスリートの名前を聞いてみたとし、選手たちに次々とインタビューする動画を投稿。サイヤング賞3回のベテラン左腕クレイトンカー賞や日本が誇るスーパースター大谷翔平。 などが登場した。元サッカー選手のミヤハムと答えたカーショーに続き、大谷はマイワイフとドヤ顔で即答。妻のマミコさんは、女子バスケットボールの W リーグ、富士通レッドウェーブで活躍し、昨年現役引退したばかり。身長180センチモデル顔負けのスタイルを誇っており、公の場での佇まいにも好感が持たれ、 男性、女性を問わず愛されている。大谷の100点満点の切り返しにファンも大興奮。衝撃なんだけど、どこまで完璧なんやラブラブすぎて微笑ましい。大谷くんが奥様を心から尊敬してるから出る言葉やろうな、幸せだよね。胸キュンすぎる、しばらく流行りそう、といったコメントが SNS 上に寄せられている。